ジェームズ・フォレストはスコットランド・プレストウィック出身の同国代表サッカー選手。スコティッシュプレミアシップのセルティック FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2003年にセルティック FC の下部組織に入団し、2009から10シーズンに同クラブのトップチームからプロ初出場を飾る。それからほどなくスコットランド期待の若手の一人として、 セルティックのジミー・ジョンストンや、レンジャーズ FC のウィリー・ヘンダーソンと比較されており、2011年11月に、スコットランドサッカー協会のマルク、ボッテパフォーマンスディレクターから、スコットランドサッカー界における闇の中の光と、評される。スコットランド代表としては、各世代でプレーし、U-19 代表で13試合に得点、U-21 代表で4試合を記録した後、 2011年5月29日のアイルランド戦で A 代表初出場を飾った。少年時代はサッカー以外にもテニスに親しみ、一時期はプロ選手も夢見、地元のテニスクラブから接触があったものの、最終的にサッカーに本腰を入れるために拒否した。セルティック・セルティック FC でプレーするホレスト・サウスウェア・ボーイズ・クラブでキャリアを開始し、 様々なカテゴリーでプレーして活躍しているところを、キルマーノック FC、エア・ユナイテッド FC、レンジャーズ FC といった様々なクラブから興味を示され、最終的に13歳の時にセルティック FC の下部組織に入団する。2009年8月30日に初プロ契約となる4年契約を締結。2010年5月1日のマザーウェル FC 戦において、 エイダン・マクギーディとの交代で後半から初出場を飾ると6分後にプロ初得点を記録した。2010年7月には UEFA チャンピオンズリーグ2010から11予選の SC ブラガ戦で欧州カップ戦初出場を果たした。プロ初出場以降、出場機会は限定されていたが、ブラガ戦から数日後に行われたオリンピックリオンとのエミレーツカップで、 マン・オブ・ザ・マッチに選出されると、次のセント・ミレン FC とのリーグ戦で得点を上げており、以後も好調差を維持させた結果、晴れて2010年8月度の月間、最優秀若手選手賞に輝き、2011年1月28日には新たに5年契約を締結することに成功した。5月21日、マザー・ウェルトのスコティッシュカップ決勝戦で、 クリス・コモンズとの交代で後半から途中出場し自身初のタイトルを獲得した。2011から12シーズンはチームの首相スコット・ブラウンに下部組織出身選手としてはマクギリーディ以来となる最高の選手と称賛されたように飛躍のシーズンとなった。まず2011年9月に月間最優秀若手選手賞を受賞する。 10月26日のハイバーニアン FC とのスコティッシュリーグカップ準々決勝では1点を追いかける中で同点ゴールを挙げるとさらに追加点を挙げて勝利に導くパフォーマンスを披露。それらの活躍にプレミアリーグのトッテナムホットスパー FC からスカウトが視察に訪れるなど注目の的となっており、これにスコットランドサッカー協会のマルクボッテパフォーマンスディレクターから スコットランドサッカー界における闇の中の光と評され、さらにフォレストのような選手が多く排出された場合、スコットランドより人口が少ないにもかかわらず、2010、FIFA ワールドカップ準決勝進出し、FIFA ランキングで4位につけているウルグアイ代表のようになる可能性があると称賛された。その後、11月に同シーズンで2度目となる月間、最優秀若手選手賞を受賞。 2012年1月には FIFA による2012年の注目若手選手13人の1人に選出された。そして最終的に同シーズンは自身2度目の主要タイトルとなるリーグ優勝を果たすとともにスコットランドピーフ年間最優秀若手選手賞とスコットランドサッカー記者協会年間最優秀若手選手賞に輝いた。以後のシーズンは 定期的な負傷に悩まされ、満足いく、出場機会は得ていない。U-16 代表を経て、2008年10月10日に行われた UEFAU-19 欧州選手権のアゼルバイジャン戦で U-19 代表として初出場を飾る。2010年8月には U-21 代表に初招集され、9月7日のオーストリア戦で、 途中出場から89分にクリス・マグワイアの決勝点をアシストした。2011年5月27日、ウェールズ代表とアイルランド代表と共に行うネーションズカップへ向け、クレイグ・レベイン監督によってスコットランド A 代表に初招集され、5月29日のアイルランド戦で初出場を飾った。2011年12月22日には、 ロンドンオリンピックへ向けたグレートブリテン代表に招集されているが、最終的に自身を含むスコットランド人選手が選出されることはなかった。出展、出展、セルティック FC。ありがとうございます。